皆さんこんにちは、たっちゃんがんばチャンネルです。今日はですね、はい、スーパードラゴンボールヒーローズ1弾に持っていくカードを紹介します。普段大ちゃんが使ってるデッキを、パパが初日持っていきます。はい、スーパードラゴンボールヒーローズの、オフィシャルスリーブが今日届きました。で、ちょっと1枚だけ開けてみました。明日か明後日かな、バインダーが届く予定です。こんな感じになってます。はい、じゃあこれちょっと入れてみましょう。はい、あ、ぴったしってぴったしなんだけど、ちょっと横幅少しだけありますね。ローダーにちょっと入れてみる。はい、ギリギリ、結構きついね、ギリギリだけど。はい、こんな感じで入りました。はい、そしてここにカードナンバーが入るでしょ。これはテストだけど、はい、それと、まあ変わったところはそんなにないかな。はい、はい、絵柄が見やすく上はなってますね、これは。はい、はい、これはこれでよろしいと思います。初日パパが持っていくのはこのローダー。はい、ローダーですね。はい、何枚かあります。それとこのスリーブを持っていきます。スーパードラゴンボールヒーローズ1弾の、オフィシャルスリーブ、1弾のじゃないや、スーパードラゴンボールヒーローズのオフィシャルスリーブ、これを持っていきます。次持っていくカード、大ちゃんが普段使っているワンキルだよ。はい、これですね、ワンキル。このカードたちを、持っていきます。これバーサーカーですね。はい、でエリート。で枚数が足らないのはちょっと使い回しで他のところに入ってますので、はい、でヒーロー、こんな感じです。バーサーカーは1個ね。はい、バーサーカーはそこにスペシャルのブルマが入る予定ですね。はい、そして次が、大ちゃんが普段メインデッキで使っている、あ、これね、確かね、うん、これは、はい、こんな感じです。ゲームで取るやつ。はい、こう、こんな感じ。これデッキってこと。はい、これで一デッキかな。1,2,3,4,5,6,6 枚しかないよ。待って、6枚、6枚しかないです。ここにスーパーウーブじゃねえや、シャンパが入る予定かな。はい、シャンパ、あー、そっか。これで、大ちゃんは普段メインに使っていこうかなという感じのデッキです。基本この 1,2,3,4、うん、この4枚の Z と、これですかね、はい、を、まあ、ちょっとずつ使い回していこうかなというような感じ。今度こちらですね。ただ強くて入れてるだけ。はい、はい、はい、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。まあ明らかに強いですよね。こんな感じ、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 はい、こんな感じ、こんな感じで、これは最後、はい、これも、メインなんだけども、まあ2軍みたいな、さっきと同じですね。アバターが2枚、はい、ダブルアズの、まあ基本は Z デッキや大ちゃんがさっき作ったデッキの中に、なんかと取り替えるとか、そんな感じのカードですね。はい、はい、強いですね、メンバーが。はい、はい、こんな感じです。でこれの銀箔がないんですよ。はい、で誰かトレードしてくれるといいな、銀箔を。誰と？赤白と？いやいや、赤白とじゃなくてもいいんだけど、トレードしてくれると嬉しいかな。唯一希望の、トレード希望は我が家は、銀箔の仮面のサイジンシクレですね。はい、はい、こんな感じで、持っていくカードです。スーパードラゴンボールヒーローズ1弾になって、最初にアップするのは
排出権か。その次がなんだろう、ゴッドゴッドボス行くかな。それか必殺のなんだっけ、必殺集作れたらアップするけど、まあちょっと考えてないですね、はい。でもしアップしてほしい動画があったら言ってください。コメント欄に書いてください。新しいスーパーエナジーモードだっけ、ああだっけ、あれ。もしそのキャンペーンが全部出たらそれを取ってきて、キャンペーンの、カードアクションを、一気に取ってこようかなと思っています。はい、まあスーパーエナジーモード集みたいな。今回はこれで終わりにします。これで紹介は終わります。 See you! Goodbye! チャンネル登録よろしく。バイバイ。バイバイ。じゃあねー。